肯定する、否定する。アメリカ人はイエスとノーをはっきり言うとよく聞きます。自分が肯定的なのか否定的なのかの意思は相手に誤解のないように伝えます。しかし表現としては、特に否定的な時には相手を傷つけないようにいろいろと工夫も必要です。イエスという言葉は、相手の聞いてきたことに対して自分が肯定的な時に使います。反対にノーは、相手の質問の仕方を気にすることなく、自分の意見が否定的な時はノーです。相手が念を押すように違った聞き方をしてきても、自分の意見が否定的な時は最後までノーです。Do you agree? Yes, I do. No, I don't. 賛成しますか？はい、賛成です。いいえ、不賛成です。You don't, really? No, I don't. 本当に不賛成ですか？はい、賛成です。Do you come? No, I don't. 来ませんか？はい、行きません。You don't like fish, do you? No, I don't. Yes, I do like it. Sakana wa suki janai desho? Hai, kirai desu. Suki dewa arimasen. Ieie, suki desu yo.Would anyone like to come? 誰か来ますか？ No, nobody. いえ、誰もいません。Are you married? No, I'm not. あなたは結婚していますか？いいえ、結婚していません。Oh, you are not married. No, I'm not. 結婚していないのですか？はい、そうです。Yes, no, の省略。Aren't you coming to the party? I'm coming to the party. パーティーには来ないのですか？いいえ、行きます。Your father is no longer with that company. That's right. あなたのお父さんはもうあの会社におられないのでしょう？そうです。Another beer?
Maybe later, thanks. もう一本ビールは後でいただきます。今の肯定する否定する表現がもう一度同じ順番で出てきます。今度はあなた自身で英語を言ってください。 聞き返す。早く話す人、はっきり話さない人、地方の訛のある人など、時に聞き返したくなります。大切なビジネスの話の場合、確認のために聞き返しておくことが必要なことがあります。I'm sorry. I beg your pardon. すみません。もう一度お願いします。I'm sorry. What did you say? すみません。何とおっしゃいましたか？Would you repeat what you said, please? すみませんが、もう一度お願いします。I'm sorry, I couldn't hear what you said. すみません、ちょっと聞こえなかったのですが、I'm sorry, would you mind repeating that part again? すみませんが、そこのところをもう一度言っていただけませんでしょうか。 相手の言ったことの一部がわからなかったとき、Would you repeat the last word again? 最後の言葉をもう一度おっしゃってください。 Where did you say?
When did you say? どことおっしゃいましたか？いつとおっしゃいましたか？Who did you say? What did you say? 誰とおっしゃいましたか？何とおっしゃいましたか？人の名前、場所の名前は聞いただけでは分かりにくいことがよくあります。聞き返すときに綴りなど言ってもらったり書いてもらったりすると良いでしょう。 Would you repeat the name again, please? もう一度名前をお願いいたします。Would you spell the name, please? スペルを言ってくださいませんか？今の聞き返す表現がもう一度同じ順番で出てきます。今度はあなた自身で英語を言ってください。相づちを打つ。日本人の場合、あまり黙っていると英語自体がわからないのではないかと思われます。簡単な相づちの例を見てみましょう。I'm going to New York from nowWho are you? これからニューヨークに参ります。そうですか。We went to the plant yesterday. Oh, did you? 昨日工場へ行ってきました。そうですか。She's got a promotion. Really? 彼女は昇進しましたよ。本当？
That's our headquarters building. I see. あれは本社ビルです。そうですか。Mr. Smith has been elected CEO. Is that so? スミスさんは会長に選ばれましたよ。そうですか。Miss Brown has been waiting at the airport all day today.No kidding. ブラウンさんは今日一日中空港で待っていました。まさか。I know what you mean. わかりますよ。How interesting. 面白そうですね。Great. 素晴らしいですね。Tell me more about it. もっと話してください。今の相槌を打つ表現がもう一度同じ順番で出てきます。今度はあなた自身で英語を言ってください。依頼する。人に物を頼むときは、少なくとも please だけは決して忘れないことです。物を頼むとき、please を言うと言わないとでは、相手の反応はすっかり違います。A cup of coffee, please. コーヒー一杯ください。Can I have a cup of coffee, please? 少し丁寧な表現です。次は Will you
と Would you を使う練習です。 Will you take me to the conference room, please? 会議室へ連れて行ってくださいませんか。Come to my room, will you? 私の部屋へ来てくれませんか。 Help me move this projector, will you? このプロジェクターを動かすのを手伝ってくれませんか。Would you ask your boss to sign this letter, please? 君の上司にこの手紙の署名を頼んでくれませんか。 Will you tell him to call me when he's through with his meeting? 会議が終わったら電話をくれるよう言っておいてください。Will you have someone make a copy of this letter? 誰かにこの手紙のコピーを取ってもらってくれませんか？I'm afraid that I have to ask you to come back again tomorrow. 申し訳ありませんが、明日またお越し願うようになると思いますが。頼まれた時の返事。Yes, sure. はい、わかりました。Yes, of course. もちろんいいですよ。I'm sorry, but I can't. すみませんが、私にはちょっと無理です。